冬が来たとき、私は偶然国へ帰らなければならないことになった。私の母から受け取った手紙の中に、父の病気の経過が面白くない様子を書いて、今が今という心配もあるまいが、年が年だから、できるなら都合して帰ってきてくれと頼むように付け足してあった。父はかねてから腎臓を病んでいた。 中年以後の人にしばしば見る通り、父のこの病は慢性であった。その代わり、用心さえしていれば急変のないものと、当人も家族のものも信じて疑わなかった。現に父は、養生のおかげ一つで、今日までどうかこうかしのいできたように、客が来ると吹聴調していた。その父が、母の初心によると、 庭へ出て何かしているはずみに突然めまいがしてひっくり返った。家内の者は軽症の脳一血と思い違えてすぐその手当てをした。後で医者からどうもそうではないらしい、やはり持病の結果だろうという判断を得て、初めて率倒と腎臓病とを結びつけて考えるようになったのである。冬休みが来るにはまだ少し間があった。私は 楽器の終わりまで待っていても差し支えあるまいと思って、一日二日そのままにしておいた。するとその一日二日の間に、父の寝ている様子なの、母の心配している顔だのが時々目に浮かんだ。その度に、一種の心苦しさをなめた私は、とうとう帰る決心をした。国から旅費を遅らせる手数と時間を省くため、私はいとまごい方々、先生のところへ行って、 いるだけの金を一時建て替えてもらうことにした。先生は少し風の気味で、座敷へ出るのが億劫だと言って、私をその書斎に通した。書斎のガラス戸から、冬に行ってまれに見るような懐かしい柔らかな日光が机掛けの上にさしていた。先生は、この日当たりのいい部屋の中へ大きな火鉢を置いて、とくの上にかけた金平から立ち上がる湯気で、 息の苦しくなるのを防いでいた。体病はいいが、ちょっとした風邪などはかえって嫌なものですね。と言った先生は苦笑しながら私の顔を見た。先生は病気という病気をしたことのない人であった。先生の言葉を聞いた私は笑いたくなった。私は風邪ぐらいなら我慢しますが、それ以上の病気はまっぴらです。 先生だって同じことでしょ。試みにやってご覧になるとよくわかります。そうかね。私は病気になるくらいなら死病にかかりたいと思ってる。私は先生の言うことに格別注意を払わなかった。すぐ母の手紙の話をして金の無心を申し出た。そりゃ困るでしょう。そのくらいなら今手元にあるはずだから。 持って行きたまえ先生は奥さんを呼んで必要の金額を私の前に並べさせてくれたそれを奥の茶ダンスか何かの引き出しから出してきた奥さんは白い半紙の上丁寧に重ねて「そりゃご心配ですね」と言った「何遍も卒っしたんですか?」と先生が聞いた手紙には何とも書いてありませんが そんなに何度もひっくり返るものですかええ。先生の奥さんの母親という人も、私の父と同じ病気で亡くなったのだということが、初めて私に分かった。どうせ難しいんでしょう。と、私が言った。そうさね。私が変わられれば変わってあげてもいいが。吐き気はあるんですか どうですか何とも書いてないから大方ないんでしょう。吐き気さえ来なければまだ大丈夫ですよ。と奥さんが言った。私はその晩の汽車で東京を立った。